合格発表の日まで勉強してる子の方が結局前期で受かってるんですよ。いや、そうそうそう。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの中桐です。吉田です。こんにちは。こんにちは。じゃあ今日続きましょう、はい。入試が始まってからどんなことを意識して過ごせばいいですかっていう質問ですね。いよいよ1月30日です。そうですね、もう直前も直前ということで、はいはい、もうスタートしてる人はね、そうですね、スタートしてると思うんですけれども、はいはい、どんなところを意識していきましょうかと。そうですね、僕からは2点アドバイスできればいいかなっていうふうに思うんですけど、1つ目が終わった試験日のことはもう気にしないっていうこと、うん、であと2つ目が合格発表が出るまで勉強を止めないということですね、うん、はい、1個目の終わったことを気にしないっていうのはこれ結構もうほんまに過去の動画でも言ってることやとは思うんですけど、すごい大事なんで改めて肝に銘じてほしいなっていうことで言わせてもらうんですけど、終わったこと気にして点数上がるっていう話なんですよね。結局もうずっと学びズムの中では言ってることなんですけど、合格最低点にその日乗れば受かるし、乗ってなかったらまあ残念ながら落ちてしまうということなんだけど、過去の結果を振り返って合格最低点と自分の点数が変わるのかっていう話なんですよ。変わんでしょっていうところで、もう終わったことは終わったこと、まあ、もしどうしてもそのなんかこの問題で引っかかるところがあるとかであればちょっとだけ復習するとかできる人に聞くとかっていうのはいいかもしれないけど、結果でくよくよするとかっていうのはもう絶対なし。1個の日程が終わったら次の日程が来るまでできる最善のことを最後までやり続けるが絶対正しい受験生の心構えだと思うので、終わったことは気にしない、これを肝に銘じておくようにしてください。で、2つ目の合格発表が出るまでは勉強を止めないっていうことなんですけど、結構今まで見てきた生徒の中にも、例えば2月10日とかで同志社自分の受験全て終わった、じゃあもう終わり遊びに行くみたいなとかで勉強止めてしまう人が多いんだけど、一番あかんかったパターンとして受けた日程全部落ちてたってなって、じゃあそっから後期日程滑り込むために必死で勉強して間に合うかっていうと、それえげつない労力がかかるというか、無理っすよ間に合わんよ、うん、そっから取り返すのは、うん、なんで受験が終わっても合格発表出るまで受かってるか受かってないかっていうのはほんまに分からないんで、結果が出てみないと、そこまでずっと手を動かして勉強して合格発表出て受かってたら本当におめでとうという形で晴れて春から大学生、でもしダメだったとしてもそこで勉強の手を止めていなければ自分の受験生としての感覚が衰えてるってことはないので、後期試験までできることをしっかり積み上げていけば、うん、そこで結果はおそらくつかめると思うので、必ず合格発表が出るまで、自分が合格したというのが形になって現れるまでは絶対に勉強止めないでくださいっていう感じですね。そうやし、もう毎年見てて思うのが、前期の日程受験日程終わりましたってなっても、うん、合格発表の日まで勉強してる子の方が結局前期で受かってるんですね。いや、そう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 、結局その姿勢なんですよ、うん、ひたむきに謙虚にやってる姿勢が結果として現れてるので、皆さん絶対受験が2月1日も明日からもそうですけど、受験終わってもすぐ、行ってる塾予備校があればそこ行って自習してください、うん、いつもと変わらない生活、その中に受験の時間割が入ってくるだけであって、それが終わったらちゃんと家なり塾予備校でしっかりと勉強する、うん、できるだけ家じゃない方がいいかもね、やっぱり慣れてしまうというか気抜けてしまうから、だからもうその足の、ま、帰る足のまんま塾予備校に絶対行って普通に普段通りの勉強をする、うん、そういう子が前期で決めます、うんうん、OK ですか。これほんまに毎年見てて思うんで、もうぜひお願いしますというところですね、はい、ですね。でもう一個ね、ちょっと抽象的な話なんですけど、はいはい、人として正しい行動をするっていうことをちょっと付け加えておきたいなと思って、やっぱりそのカリカリしたりピリピリするっていうのはすごくわかんねんけれども、そういうところでも、まあ毎年やっぱりその試験が終わった後塾来て、挨拶のね、あの元気、挨拶のトーンかなで、あ、こいつ多分明日決めるなとか、あ、ちょっと不安やなっていう子が分かれるんですよ。そういうところでもう空元気でもいいんで、こんにちはみたいな感じで、終わりましたみたいな感じで、ちょっと元気よく先生とか、もちろんご家族の方にも挨拶というか、しっかりといただきます、ごちそうさまとか、当たり前のことなんですよ。当たり前のことなんですけど、やっぱり受験勉強してる中で、見失ってるものは多分、みんな今聞いたら、何個か、あんなんあれできてなかった、あれできてなかったみたいなことあるはずなんですよ。そういうところを、もう一度この時期に初心に帰ろうと
というところですね、うんうんうん、そうすることでちょっとだけ心のゆとりというものが出てくると思いますし、それで、ね、結果が好転すると思いますんで、うん、そういう当たり前のことを見失わないようにしてほしいなというふうに再度、思い返してみてください、はい、そうですね、はいはい、ぜひ参考にして今試験が始まっている人もこれから試験が始まる人もぜひ頑張ってください、頑張ってください、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。